この後、アルケイディアが陸、空、双方からの同時攻撃を開始すれば、ナブディスが落ちた。何？父は、わかりません、ラスラ様。ナブディスが落ちたとなると、アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。アルビナンには私が行こう。ご一緒させてください。そなたなに。ありがたき幸せ。肉体は大いなる父の祝福を受け、
第一英雄は汝の魂は母なる女神のもと安らぎの時を迎え、ファラスラ・ヘイオス・ナブラディア殿下の戦死はダルマスカ王国を見舞った悲劇の一つに過ぎなかった。王女アーシェ殿下の結婚がもたらした希望は失われ、ダルマスカは時代の荒波に飲まれようとしていた。東のアルケイディア帝国と西のロザリア帝国がイバリースの覇権を争う戦乱の時代、アルケイディア帝国は西方進出の第一歩としてナブラディア王国を侵略。ラスラ殿下の祖国は豪華のもとに滅び、ついで帝国の侵攻を受けたダルマスカも同じ運命をたどりつつあった。ナルビナ城塞における敗北でダルマスカは戦力の大半を失っていたのである。忠勇なるダルマスカ騎士団は反抗を試みたが、圧倒的に優勢な帝国軍に抗しうるはずもなく、ほぼ全滅に追い込まれた。やがてアルケイディア帝国は和平案を提示、事実上の降伏勧告であった。我が旧友ダルマスカ王ラミナス陛下はやむなく降伏を決断。和平協定に調印するため帝国軍占領下のナルビナ城塞へ向かった。だが陛下が王都ラバナスタを立った直後、わずかに生き残ったダルマスカの騎士たちは不穏な情報を察知する。和平協定調印式において国王暗殺の策動あり。おい、大丈夫か？しっかり。
Thank you.
何かしら。目標、反乱軍従順。そうか、シドは息子に。ありふれた話だ。発射処刑、排斥完了、照準よし。制御面解放、浜崎臨海指揮および補給、問題なし。おやめください、彼らは降伏したんです。せめてもの手向けだ。あの世からも見えるだろうな、ベーネス。女王、射撃準備完了。兄上。撃て。しても無駄と知れば、反乱軍はこの戦いに全てをかける。それを正面から叩き潰す、ラバナスタの目の前でな。それでは人々が兄上を憎むだけです。許しても再び反乱を企む。僕はそうは思いません。手を取り合う未来を信じます。違っている。ならば私を正す力を身につけるのだ。本艦正面に展開する艦艇多数、反乱艦隊主力と認む。聞け。我らが築く歴史の第一歩である。各員その義務を果たし、反乱軍を殲滅せよ。アルケイディア万歳。アルケイディア万歳。制圧、撃ち方始め。
犠牲者、急げ。おっしゃる。無謀すぎます。殿下の役目は戦後にこそある。このまま敗れたら戦後も何もないでしょ。突入の援護を。いかん、交代なさい。ストラルを止めろ。待ってくれ、待ってください。ランサーソルドールです。俺も一緒に行くから安心してください。ちゃんとアーシュを守るから。ラーサーだと。そうか、彼を人質に。いえ、王様、共にベインと戦うそうです。俺たちに任せろ。わかりました、お二人にかけましょう。よし。あの人は俺じゃないよ。そうだっけ。それじゃあ新砲撃頼む。派手にぶっ放しておいてくれ。こっちで間合いを読んで突っ込む。レインは要塞の発令所にいるはずだ。接近中、それらしい構造物が見えた。この真上だな。敵を全て倒す必要はないわ。レイン一人を倒せば両軍の戦闘を止められるはず。とにかく上がっていけばいいんだろ。てっぺんでふんぞり返ってるレインを蹴落としてやろうぜ。
解放軍は前線してるわ。私たちもしくじれないわね。大丈夫、俺たちが勝って、アーシャは女王様だ。女王様か。でもなったらなったで大変そうだな。その時は女王を誘拐して名を上げたい空賊の出番さ。アーシャなら自力で逃げ切ってみせるだろう。そこまで強いと思っているの？別に強くなくったってさ、一緒に来たし一緒に行くんだ。
生き延びていたか。俺はジャッジマスターだ。今は野良犬同然だがな、故郷を滅ぼした帝国に尻尾を振って仕えた報いだ。やめろ。それ以上自分を貶めるな。貴様に何がわかる。なぜだ。ランディスもダルマスカも守れなかった貴様が今なお自分を見失わずにいられるのはなぜだ。俺には守るべき人がいた。それだけだ。お前がここにいるのもラーサ王を守りたい一心ではないのか。ダメ。俺は全てを奪われた。故郷を捨てた貴様を許せん。残る思いはそれだけだ。守りたい者ほど守れはしない。違うか。お前の問いに答えるのが兄としての務めだろ。はい、えい、はい、あれ、えい、
皆殺しにされる様をな。 貴様は誰一人守れんのだ。 全てを奪われる絶望を思い知れ。 定めなのだ。 セリフだ。そうだろう、ノア。 その名で呼ばれる資格はもうない。 生きて償うんだな。 我がバハムートへようこそ、アーシェ殿下。王族にふさわしい出迎えが遅れた非礼を詫びよう。一つお尋ねしたい。あなたは何者だ。亡国の復讐者か、あるいは旧国の聖女か。 どちらでもないわ。私は私、ただ自由でありたいだけ。そんな女に国は背負えんな。ダルマスカは諦めたまえ。見ておけ、ラーサ。君主たる者として 力なき身の苦しみを胸に刻め。嫌です。僕は、私は無力だとしても諦めはしません。<笑>頼むしい。
ラーサー様。諸君の死をもって反乱は終結し、ダルマスカの秩序が回復する。無力なる者どもが企てた反乱による無益な犠牲にこの手で終止符を打とう。我が行く手を阻む者には等しく死をくれてやろう。してくれた力だ。ガブラス、ラーサーを守れ。これからここは地獄に変わる。ラーサー様をお守りする。野良犬が死をもって償え。そのつもりだ。私は信じる。私自身を。
驚け！容赦しないよ。なる我がしもべたちよ、その力余すことなく放ち、言えることなき絶望と苦痛を与えよう。行け！私は新たな覇王となって人間の力で時代を開く。神々が操る歴史を終わらせ、人間の魂を解き放って、我らが求めた自由をつかむ。我にあだなす者を殲滅せん。行け！その闘神を冷酷なる破壊の力に変えよ。我その塚を取り、地に這う者どもに裁きを与えん。軍人と化せ。
衆。悪くない主だろう。あ、シドが待っている。
正常なる七筋の光よ。行け。立ち止まるわけにはいかない。力を。清き輝きにより邪を滅ばさん。みんなを助けたい。見せてやる。当たれ。はっ、うっ、いや、ロック逃げおったち遅いぜ。上がれ。
武士に宿れ。いや、狙いは外さねえぞ。暴れろ。私は信じる。私自身を。とどろけ。俺を誰だと思ってる。死に宿れ。いや、どうだ、飛べそうか。グロセアエンジンに燃料がいってないわ。くそ、バン、回ってくれ。エンジンルームを見てくる。オッケー。ブラン、来い。見て、バハムートのグロセアリングが止まる。バン、シュトラールのグロセアリングが回転し始めたらすぐに発進だ。教えた通りにやれ。お前なら飛べる。わかった。パンネロ、バハムートの飛空石の干渉に気をつけて。あなたがシュトラールの感情をコントロールするの。うん、やってみる。バッシュ、ラーサー様を頼む。今ソリドールが滅びれば帝国は崩壊し、戦火は内戦へと広がろう。分かっている。ラーサー様は最後の希望だ。あ、出力が戻った。バン、行ける。よし、行くぞ。みんな捕まって。
シュトラールです。シュトラールがバハムートから離れました。そうか、出てきたか。よし、バハムートは落ちた。これが最後の戦いだ。一気にジャッジどもを殲滅するぞ。主砲アレキサンダーへ向けろ。攻撃を停止せよ。私はジャッジマスターガブラス。繰り返す。ルケイリア軍全艦に集め、攻撃を停止せよ。戦いはもう終わりだ。我が軍はダルマスカ王国のアーシェ・バナルガン・ダルマスカ王女と停戦を合意した。我が名はラーサー・ファルナス・ソリドール。兄ベイン名誉の戦死をされた。今艦隊は我が指揮下となる。閣下、いかがいたしますか。私はアーシェ・ダルマスカです。アーシェ様、ご無事であったか。ジャッジマスターガブラス、そしてラーサーソリドールの話は本当です。お願いです、戦闘をやめてください。戦いは終わりました。私たちはもう自由です。つなげ。はっ。アルティディア軍ダルマスカ方面第12艦隊機関アレキサンダー。艦長のジャッジザルガバースだ。我々はこれよりラバナサへのバハムート落下を阻止すべく、バハムートへの特攻を敢行する。何？このままでは魔法障壁が持たない。そうなればラバナサは全滅する。機関隊は衝突によってバラバラになったアレキサンダーの破片をさらに攻撃してくれ。だから命を粗末にするのは早いよ。バルフレア、バルフレア、一体どこにいるんだ。ヤオバン、うまく脱出できたみたいだな。シュトラールはいい飛空艇だろう。何をするつもりだバルフレア。おっさん、アレキサンダーのバカジャッジを止めてくれる？俺が一生懸命クロスエアリングを修理してるんだ。もうちょいだから特攻になってバカなまですんなってね。あなた一体何をしているか分かっているの？王女様、心配ご無用だ。俺を誰だと思ってる？この物語の主人公だぜ。主人公は絶対に死なないのさ。やったぜ。ほら、クロスエアリングに動力を回せ。世話のかかるやつだ。お願い、バルフレア、早くバハムートを脱出して。二枚目は大変ね、バルフレア。バカ。ああ、シュトラールは預けたぞ。必ず取りに戻るからな。傷つけたら始末しないぞ。うん、分かった。俺、待ってるよ。バルフレア！
see you through, but I know these words are not quite true. この一年はあっという間に過ぎていった気がする。山ダスターはもうすっかり元通り、パパやママが生きていたあの頃のよ。もちろん失ったものはたくさんある。でも過去は捨てて未来だけを見ていきたいと願ってる。来月はいよいよアーシェの戴冠式。アーシェがますます遠い存在になるけど、それは仕方ない。だって女王様なんだから。あなたと再会できるのを楽しみにしてる。お呼びですか？うん。バッシュ王子様はお元気？イバリースの平和のためにあなたの元へ行ったバッシュ王子様。本当はアーシェの元へ戻ってほしい。彼女、立場や責任があるから何も言わないけど、きっと寂しがってるはず。帝国は一枚岩じゃない。頼む、ラサー様を守ってくれ。心配するな、ガブラス。ダルマスカのためでもある。それを聞いて安心した。すまない兄さん。ことを伝えていなかった。預かっていたストラール号を盗まれちゃったの。ばかりだったのよ、ストラール。でも持ち弟子が持っていったんだから仕方がないわ。あるから二人に会いに行くんだってバンは張り切ってる。もちろん私も一緒。いよいよ空賊デビューよ。